皆様お疲れ様です。パーソナリティのももです。子育ての経験がある人ならよくわかると思いますが、小さな子供を連れてお出かけするのはとても大変。外出先で子供がぐずり、なかなか泣き止まずに困ったという経験がある方も多いのではないでしょうか。特に大変なのは飛行機や電車による長時間の移動。静かな空間で子供が騒ぎ出すと、周りの視線が気になって焦ってしまいますよね。今回ご紹介するのは、日本に住むアメリカ人女性が2人の子供を連れてアメリカに帰省したエピソード。赤ちゃん連れでのフライトの大変さに一度は心が折れてしまった彼女ですが、夫の勧めで日本のエアラインを利用したことで再び前向きな気持ちになれたそうです。フライト中、彼女の身に何が起こったのでしょうか。早速見てみましょう。赤ちゃん連れで日本のエアラインを利用した結果。私の名前はモリー。30代のアメリカ人主婦で、今は日本に住んでいるの。日本人の夫と4歳の長男ベンジャミンと6ヶ月の次男ルーカスの4人家族。結婚と同時に日本へ移住したから、日本での生活は6年目になる。最初は文化の違いに戸惑うことも多かったけれど、今は毎日楽しく過ごしているわ。サンディエゴに住む両親は、一人娘の私が日本へ行ってしまうことが本当はすごく寂しかったと思う。だけど、モリーが愛する人と一緒にいられることが一番よ、と言って笑顔で送り出してくれた。帰省して両親に会ったのは、ベンジャミンが8ヶ月の頃が最後。だから両親はまだルーカスには会ったことがなくて、電話をするたびに、落ち着いたら一度帰ってきなさい、と言われていた。でも私はどうも気が進まなかったのよね。もちろん私だって両親に会いたいし、成長した息子たちを見せてあげたいと思っていたわ。だけどアメリカまでのフライトがネックで仕方なかったの。なぜかというと、ベンジャミンが8ヶ月だった頃に帰省した時のフライトが地獄かってくらい大変だったから。その時は急用で夫が帰省できなくなってしまい、私とベンジャミンの2人で帰ったのだけれど、生後8ヶ月の赤ちゃんを連れて長時間のフライトをするってとにかくしんどいの。いざ搭乗してみると、なかなか思うように寝てくれないでしょ。その上、突然ぐずり始めたり、ミルクをあげているのに大声で泣き出したり。確かに機内は自宅と違って窮屈だし、周りには知らない人がたくさんいる。気圧の変化もあるから、赤ちゃんにとっては過酷な環境だったと思うわ。容赦なくぐずるベンジャミンと私に突き刺さるのは、周りの乗客の冷たい視線。準備万端にしていたつもりだったのだけれど、私は軽くパニック状態に陥ってしまった。搭乗時にはベンジャミンを見てニコニコと愛想よく接してくれたキャビンアテンダントさんも次第にイライラ。しまいには、他のお客様のご迷惑になりますので、通路の一番後ろへ行ってあやしていただけますか、と言われてしまったわ。周りには眠っている人もいるし、これ以上の迷惑はかけられない。そう思った私はベンジャミンを抱いて通路の一番後方へ移動。そこにはギャレー、厨房があったのだけれど、キャビンアテンダントさんたちが集まって談笑していた。ぐずるベンジャミンを連れて近くに立った私を見ると、皆あからさまに迷惑そうな顔をしていたわ。とはいえ、立って抱き続けていないとまた泣かれてしまう。だから私もそこを離れることができなかった。結局私はシートベルトサインが消えていた時間のほとんどを立って過ごすことに。食事も睡眠もできず、飛行機を降りた時にはフラフラになっていた。そして日本へ戻る時もほぼ同じような状況だったわ。日本とアメリカの往復で心身ともに消耗し尽くした私。
もうあんな目には会いたくないという一心でずっと帰省を避けてきたってわけなのよ。だけどルーカスが生まれたことで日増しに熱を帯びる両親の帰ってこいコール。私自身もそろそろ実家へ帰りたいという気持ちは強くあった。でも今度は2人の乳幼児を連れてのフライトになる。夫は仕事が忙しい時期で一緒に来れそうにないみたいだし、私だけで息子2人を連れて帰省するなんて最初は考えられなかった。そしたら夫は、日本のエアラインを予約するといいよ、と言い出したの。確かに前に利用したのはアメリカのエアラインだったけれど、そんなに違いがあるの？乗り慣れているアメリカのエアラインの方がまだマシなんじゃないかしら。いや、日本のエアラインの方が絶対に安心だ。出張で何度も乗ったことがある僕が言うんだから間違いないよ。そうなの？じゃあ予約してみようかな。こうして私は日本のエアラインを予約。覚悟を決めて久々に指定してみることにした。出発前日は念入りに準備。息子たちのお気に入りのおもちゃや絵本、お菓子なんかを多めにカバンに入れ、忘れ物がないか何度も確認した。まるで戦場へ行くような気持ちだったわ。とりあえず自宅から空港までは何事もなく無事に到着。そして空港で緊張した面持ちで搭乗を待っている私の前を通りかかったのは一人のパイロットさんだった。息子たちを見てカバンから何かを取り出した彼。はい、どうぞ、フライトを楽しんできてね、と言って息子たちにプレゼントしてくれたのは小さな飛行機のぬいぐるみだった。ベンジャミンはもちろん大喜び。今まで孤独感を抱いていた私も味方ができたような気がして、なんだか温かい気持ちになった。いよいよ飛行機に搭乗。席に着くとキャビンアテンダントさんがすぐにやってきて、ルーカスのために赤ちゃん用ベッドを準備してくれたり、ベンジャミンにオリジナルのシールブックを渡してくれたりした。何かお手伝いが必要でしたらいつでもお声掛けください、と言われ、すごく心強かったわ。ところが初めはおとなしくしていたものの、離陸から1時間が経つ頃には退屈し始めたベンジャミン。おもちゃやお菓子をあげながら相手をしていたけれど、そのうちに騒ぎ出しそうだなと心配になってきた。そこへやってきたのはキャビンアテンダントさん。ジュースをどうぞ、ってベンジャミンに渡してくれたの。そんな風にキャビンアテンダントさんが常に気にかけてくれていたから、ベンジャミンも楽しそうだったし、私も精神的にとても楽になれたわ。それからさらに1時間ほどが経過。今度はベンジャミンがトイレに行きたいと言い出した。席を立ち、ルーカスを抱っこしたままベンジャミンの手を引き、トイレに行こうとする私。その瞬間、お母さん、赤ちゃんを抱っこしておきましょうか、とキャビンアテンダントさんが言ってくれたの。そんなことまでしてもらえるの、と私はびっくり。ベンジャミンも、早く早くとせかすから、お願いしますとお言葉に甘えさせてもらった。手のかかる子供を2人も連れていると自分だけでは手が足りないことばかり。キャビンアテンダントさんたちはそんな私の大変さをよく理解してくれているみたいだった。しばらくすると今度はルーカスが大泣き。その時も、お兄ちゃんは私が見ておきますね、と言ってくれたキャビンアテンダントさん。おかげで私はルーカスを抱いて以前と同じように通路の最後方であやすことができた。そこにはやっぱりギャレーがあったのだけれど、違っていたのはキャビンアテンダントさんたちの態度。おしゃべりをしている人なんて一人もいなくて、皆がテキパキと働いていた。私たちに気づいてルーカスを一緒にあやしてくれた人もいたわ。ルーカスの様子が落ち着いたので席に戻った私。するとベンジャミンはキャビンアテンダントさんに見せてもらったのか、アニメに夢中になっていた。前回のフライトよりも
大変な状況だったにもかかわらず、食事と睡眠を十分にとることができたのも、キャビンアテンダントさんたちの温かい協力のおかげ。それに何より、精神的にとても落ち着いて過ごすことができた。日本のエアラインを利用したのは初めてだったけれど、航空会社によってホスピタリティが全然違うことに驚いたわ。私たちの状況を汲んで、さっと手を差し伸べてくれたり、さりげない一言をかけてくれたり、そういう優しさが子育て中は特にありがたく感じるのよね。だからこそ夫は日本のエアラインを勧めてくれたのだと分かった。そしてサンディエゴに帰った私は久々の実家滞在を満喫。ようやく孫の顔を見ることができて、両親も大喜びしていた。楽しい帰省はあっという間に終わり、私は再び日本へ。実はその時にもさらに驚くことがあったの。それは荷物受け取り場のベルトコンベアで見た光景。スーツケースを丁寧に受け止めた女性スタッフは、持ち手が上になるように一つずつ向きを直していた。要するにお客さんが取りやすくなるように配慮していたのよ。こんなことをするスタッフは今までに見たことがなかった。海外の空港ではスタッフがスーツケースを放り投げていることも多いのよね。それから日本の空港はベビールームもすごかったわ。おむつ交換台やキッズトイレ、離乳食を温めるための電子レンジや給湯設備もあり、ルーカスの食事対応もバッチリ。清掃が行き届いていて清潔感があるから安心して過ごすことができた。それにね、帰りは時間に余裕があったから空港内を少し散策してみたの。展望デッキからはたくさんの飛行機が見えて、ベンジャミンも大はしゃぎ。その日は天気が良かったから東京スカイツリーまで見ることができたわ。飛行機のおもちゃやグッズが揃ったショップやキッズメニューのあるレストランもあった。窓際の席で飛行機を見ながらお子様ランチを食べて、ベンジャミンは大満足。また来たいねと笑顔で言っていた。日本で暮らすようになってから、日本のきめ細やかなサービスや設備には感動することが多かったけれど、また一つ日本の素晴らしさを見つけたような気がしたわ。モリーさんのエピソードは以上になります。航空関連の格付け会社であるスカイトラックスは、2022年の空港ランキングを発表。総合ランキングでは、羽田空港が2位、成田空港が4位、関西国際空港が10位でトップ10入りを果たし、羽田空港はアジア地域で2年連続の1位となりました。部門別では羽田空港が世界で最も清潔な空港部門で7年連続で1位、国内線空港部門で10年連続1位、高齢者や障害者、怪我人などに配慮した施設を評価するアクセシブル移動サポート部門で4年連続1位。また地域空港部門では中部国際空港がトップとなりました。それから関西国際空港の第2ターミナルはベスト LCC ターミナル部門と手荷物配送部門で1位。日本の空港が世界的に高く評価されていることを見せつける結果となりました。日本の空港で撮影された映像が話題に。海外のネット上で日本の空港の荷物受け取り場で撮影された動画が話題になっていました。動画に収められていたのはベルトコンベアに流れてくるスーツケースを女性スタッフが丁寧に受け止め、利用客が取りやすいように調整する様子。この動画は短期間で1600万回以上再生され、外国人からのコメントも殺到。コメント欄には女性スタッフの丁寧な仕事ぶりだけではなく、日本社会全体に対する賛辞の声が溢れていました。寄せられたコメントの一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本を見るといつだって全世界が日本みたいになればよいのにって思っちゃう。
日本人は他人に対する敬意がすごいよね。イギリス。西洋だったら仕事を辞めた後で空港にパワハラだと抗議し、医師に対して慢性的な腰痛を訴えるだろう。日本人こそ人間のあるべき姿だ。西洋のあり方とは全く違う。オーストラリア。一度日本に行ったらどこの国の人であろうと、以前ほど自国を好きになることはないだろう。なぜなら日本で公衆トイレから公園に至るまで人は本来どのように扱われるべきなのかを理解してしまうから。日本では全ての人が王族になれるんだ。トルコ。実際に成田空港で日本人の荷物の扱いの丁寧さを目撃したわ。スーツケースを拭いてきれいに並べていたの。あんなのを見たら日本が大好きになっちゃう。フィリピン。日本の空港では飛行機が離陸するときに滑走路にいるスタッフが手を振ったりお辞儀をしたりして敬意を持って旅行者を送り出してくれるんだ。あの光景も好きだな。アメリカ。まとめ。日本と海外の空港には様々な違いがあります。外国人から特によく言われるのが日本の空港の清潔さや快適な設備。日本の空港は清潔な上に静かで、どこにいても気持ちよく過ごせるのだそう。トイレの温水洗浄便座、無料のカートや Wi-Fi、 分かりやすい案内放送、飲食店や土産物店の充実度を評価する声も多くあります。大都市圏の空港では近年訪日外国人の増加を受けてサービスの拡充を大々的に実施。そのため日本の空港の快適さをこれまで以上に感じるようになった外国人は多いのかもしれません。日本の空港のハイレベルなおもてなしが世界から絶賛されているのは日本人としてとても嬉しく思いますね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。